ここ出家園は広島藩主浅野長明により元和6年から別邸の庭園として築成され、その造りから回遊式庭園と称されています。原爆によって壊滅状態になりましたが、復元に努められ名勝庭園として広く親しまれています。出家園の隣には21世紀に向けたアメニティ性の高い都市型美術館として広島県立美術館があります。1階は誰でも気軽にくつろげるフリーゾーン、2階は所蔵作品を4つの展示室と1つの展示スペースで年4回程度入れ替えながら展示するフロア、3階は美術館が主催する特別展のフロアとなっているほか、出家園を望むことのできる展望ロビーもあります。また地下には県民の創作活動発表の場として県民ギャラリー行動があります。別名里城とも呼ばれる広島城は広島市の中心部に位置し、原爆で全壊しましたが1958年に天守閣が修復され、その後二の丸に中御門、太鼓櫓と多聞櫓が木造で復元されています。また城内では武家文化や江戸時代の生活を展示しています。広島城の南、緑豊かな中央公園の一角に、愛と安らぎのためにをテーマに、原爆犠牲者の方への鎮魂の祈りと平和への願いが込められている広島美術館があります。ここにはフランスのものと明治以降の日本の近代洋画が所蔵されており、フランス近代絵画は常設展示されています。原爆ドームは原子爆弾によって破壊された広島県産業奨励館の戦後当時の姿のまま保存されてきたもので、核廃絶と世界の恒久的平和の大切さを訴え続ける人類共通のシンボルとして平成8年ユネスコの世界遺産に登録されました。原爆ドームとその南側の中島地区の約12万2100平方メートルは平和記念公園となっており、広島平和記念資料館、国立広島原爆死没者追悼平和記念館やさまざまな慰霊碑が集まっています。平和都市広島の文化、感じてみませんか？